私は麻雀で手出しつもぎりを覚えられません。覚えるコツ、覚えるべきパイなどあれば教えてください。あ覚えるべきパイはやっぱり泣いた後とかが結構お絶対覚えた方がいいって最初言われましたね。うん、こう泣いて何が出てくるかって絶対こう手が進んで出てくるパイだから、特に二風路目三風路目とかは特に、 あの意味があるよってすごい言われたことありますね。あとなんか中ちゃんパイの後に出てきた橋牌みたいなのも結構大事だよって言われましたけどどうですか。そうですね。まあ一概には難しいですよ、ねまあ。まあ全部覚えるのが多分難しいということなんだと思うんですけど、うん、まああの印象に残った手出し。 だけけ覚えておけば、OK、ですね、うん、まだからさっきね岡田さんが言ったように泣いたあとポンしたあとポン出しチーしたあとのチー出しって言うんですけどそれをまず覚える、うん、でもそれ覚えたところでちなみにどあのそれをちゃんと生かせなければ意味もないそれを覚える意味もないんですよね。うん うん、だからちょっと難しいけどそ,、ね、まあそれを覚えてうまく活用できればっていう感じですねあとは、えー、と感覚切りっていうのがあるんですけどターツ落としとかトイツ落としとかが何か安全パイとかを挟んんででやるるケースがあるんですね例えば「ローマンペイで「手出し数万」みたいなこういうのも結構重要な。 情報になり得ることが多い手出しですね。うんうん、はいで、そういうのだけとか目立つやつだけ覚えれば多分覚えられると思います。うん、はいまあ、イーピントリャンピン一緒に切ったとかね。はい、そういうなんか繋がってるやつが大事かなって気がしますね。うん。うんうん